柏崎刈羽原発7号機で続く原子炉に核燃料を入れる燃料倉庫で、今朝制御棒を動かすモーターの電源に不具合が見つかり、作業が中断しています。再開の見通しは立っていません。東京電力によりますと、午前7時過ぎ、柏崎刈羽原発7号機で制御棒を入れるためにモーターの電源を入れたところ、制御棒1本分のブレーカーが落ちていました。原因は分かっておらず、調査のため燃料倉庫の作業を中断していて、再開のめどは立っていません。今朝の段階で41体の核燃料が原子炉に入っていましたが、すべて制御棒が入れられていたため安全上の問題はないとしています。冷却装置や原発周辺の放射線量に異常はなく、外部への影響もないということです。